兵庫といえば尼崎、尼崎といえば夏みかん、どうも夏みかんです。はい、ということで今は5時13分、朝の4時に起きたんやけど、今日は何の日でしょうか。そう、なんとこの度夏みかん ABC 特番の6秒チャレンジっていう番組に出演させていただくことになりました。ありがとうございます。はい、ということで今日はそのなロケがあるということで、もう今日は朝から早起きして、もうドキドキしながら準備をして、この後はもう出発するだけやねんけど、この6秒チャレンジのディレクターさんとか構成作家の方とか AD さんとか、もう事前に何回か打ち合わせとか顔合わせとかっていうのを Zoom とかでさせてもらっとったんやけど、もうなとにかくいい人たち、もうやばい、これはほんまにいい人たち。なんか夏みかんがめちゃくちゃ嬉しかったんが、裏でね支えてくれるんやけど、 AD さんとか構成作家さんとかディレクターさんとかは裏でこう支えてくれるんやけど、でもこの顔の打ち合わせとかこう Zoom とかでなんか一緒に楽しみながら一緒に頑張りましょうねって、もう一人で頑張るのではなくても一緒に頑張りましょうねっていうのをすごい言ってくれて、もうめちゃくちゃ嬉しくて、なんかこうやっぱ SNS とかこう一つ一つのムービーを作ったりとか、今回は CM を作らせてもらうっていうことやねんけど、こう一つの作品を作ったりとか、こういう一つの動画を作ったりするときってやっぱ一人で撮って一人で編集してっていうことが多かったわけよ。でも今回こうやってテレビを通じてこう一緒に頑張ろうっていうことで、なんか一人じゃないんやなっていうのもすごい身に染みたし、まだ始まってないねんで、まだ始まってもないねんけど、すごいなんか一人で頑張るのではなくて、みんなで一つの作品を一緒に作りましょうっていう心に染みて、そのスタッフさんたちの言葉が、だからスタッフさんとかの期待以上の作品を作りたいなって思うし、もうこうやってすごい素晴らしいチャンスをもらったので、もう全力で今日一日頑張りたいと思います。それではもうこの後はすぐ、もう5分後には新幹線に向かいたいと思うので出発したいと思います。今日は素敵な一日になりますように。レッツラーみかん6秒。やっほーみんな、まあ、今外出たらな、まだ真っ暗やって、びっくりした、まだ真っ暗。はい、ということで今日の気温は昼からめっちゃ暖かくなんねんて、だからよかった。見て、買います、じゃーん、新幹線の中で食べる。あ、大丈夫です。新幹線のチケットってどこで買うんですか？新幹線ですと、自販機か。あ、はい。なんか自販機っておっちゃんとかいますか？誰か教えてくれる人。わかんないですね。あ、わかります。ありがとうございます。ミニカレーとミニカの壁にちょっとあるので。あ、はい。はい、ありがとうございました。すぐ出て右側にあるって言っとった。すぐ出て、あ、これや、これや。でも誰もおらへん、待って、誰もおらへん。え、買い方わかるかな。ちょ、待って、ちょっと待ってください。あれ、夏美、あれどこやったっけ。え、分からへん、どうしたらいいんだっけ。分からへん、分からへん。やばい、時間ない、時間ない。分からへん、どうしたらいい。チケット無理、新幹線嫌や。すいません、岡山まで買いたいんですけど、ええ、どうやって買ったらいいんですか、チケット。ここまでの切符とかは何時ですか？これはこのイコカで。あ、じゃあね、岡山指定自由どちらですか？岡山駅、の新幹線ですよね。あ、新幹線で。これはね、ネットとかで買ってます。うん、この時間。この時間ってか、こういう。ちょっと待ってね。はい。指定ですか？あ、指定席で。じゃあここで入れてください。はい。はい、え、岡山ですね。岡山。この時代は品川から岡山から。これからですと結局6時59分ですね。あ、直通だと。あ、じゃあ6時59分。これ指定席ですよ。はい。
指定席で。これ副駅でいいわけですね。はい。はい。領収書も出てますね。はい、ありがとうございました。買えました。ちゃんと買え。よっしゃ。ちゃんと買えたで、みんな。ほら。ほらな。ちゃんと買えた。イエーイ。教えてもらった、おっちゃんに。優しかったな。でもよくおっちゃんが全部やってくれたからな。どうやって買うかよくわからへんかったけど、でも買えた。新幹線が来るまで待ちたいと思います。夏美が乗るのは、あ、消えたし。あ、そう、夏美が乗るのは6時59分のやつ、これ。じゃーん、夏美が乗る電車来た。教えてもらっていいですか？はい。で、今回 CM をお願いしたいのが、こちらアロマネマスクという商品の CM をお願いしたいと思っています。アロマネマスク、はい、マス、え、はい、すごい、アロマネマスク、はい、あ、え、こんな感じで入ってるんですか？はい、え、すごくない？え、待って、めっちゃいい匂い。もう開けた瞬間から、はい、待って、ほんまにさっき5秒って言いました、はい、つけても1秒で匂ってきましたマジで。え、すごい、え、もらったんやけど、え、めっちゃ嬉しい。え、ほんまに嬉しい、くれた。社長の岡田さんです。岡田さん頑張りますね。お願いします。これ YouTube なんですけど、乗っけていいですか？あ、よかった。めっちゃ可愛くない？デザイン、ほら、みんなすごいで、これ。しかもマジでこれマスク2枚してんねんけど、見て、みんなマスク2枚。でもそれでも匂いすんで、匂い匂ってくる。待って、めっちゃ嬉しい。なんかなんてもらいに来た人みたいな。先ほどご説明したシールが、あの2枚ずつ。2枚ずつくれるんですか？何ですか？どうぞ。だってこんなもらじゃなんか。ご家族皆さんで、ね、めっちゃ嬉しい。家で、ああ、家で、あ、家での時に持っていくのかな。びっくりした、家でってなってて。あ、なるほどね。家でよかった。どっち使う、こっち？こちらで。あ、いいですか？すごい。あ、ほんまや、めっちゃいい匂いする。これ普通にあのアルコール濃度の、これアルコールなんでしょ？TV 用消毒のレベルも入ってますので、はい、あの除菌しながら香りの、うん、すごい、はい、ハンドクリームいらないじゃないですか。そうですね、これがあれば。ありがとうございました。ありがとうございました。お願いします。頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。気をつけてください、帰るの。帰りに、帰りに、帰りに、頑張ってください。ありがとうございます。作るね、汗かいてない、前髪やばい、ほら、お互い汗かいてる感じが。うどん、お昼うどん食べます。
うどんが一番好きやから。めっちゃ美味しそうやねんけど。あ、セルフやって。じゃあ本場の鎌倉うどんいただきます。できる。おむちゃんは、はい、やって。おむちゃん、はい、おむちゃん、何うどんこれ。ぶっかけ、温玉ぶっかけ。ぶっかけ、はい、いただきます。これかけすぎ注意って言われたから。そうなんや。大気する。え、これ何。あ、え、でもさ、だしさ、薄い色が、ほら薄くない。見える。かけすぎ注意じゃない。あ、ほんまや、かけすぎ注意や。忘れた。めっちゃ薄い。いただきます。マジでいただく。感想聞かせて。うん、いいよ。最高。もう。そう。まず口に入れた瞬間に卵の味がする。で。麺が、マジで麺が一本一本太い。弾力やばい、ほんまに、うん、マジで美味しい。午後からも頑張れるわ。ネギ入れへんもん、ネギ。ネギ入れへん。あ、お前忘れた。ネギ入れろ。別にネギこんなに食べる。そうなっちゃうの。ハンバーグ入れろ。いや、別にいらん。ネギ大好きやねん、めっちゃ。入れようかも、全部。入れちゃ、入れちゃ。入れるわ。ネギうどんやん。でも別にネギマジで好きやねん。土曜日昼の11時から11時30分 ABC テレビの特番3人の奇才6秒世界という番組、皆さん見てください。バイバイ。